大谷翔平の異次元なコスパ Q50-50 を超えた異能の1年で米放送局が最強調。どう考えても大谷は低賃金だ。驚異的なレギュラーシーズンを終え、そのコスパに対する成果が高まっている。ドジャースの大谷翔平だ。お茶の間も熱狂する空前絶後の活躍だった。159試合に出場して打率点310。 54本塁打、130打点、59盗塁、オックス1.036のハイアベレージを記録。イチロー氏の盗塁記録や松井秀喜氏の打点記録など、あまたの日本人選手記録を塗り替えながら、メジャーリーグ史上初のシーズン50本塁打50盗塁もやってのけた。歴史的な活躍の最中に改めて関心を集めたのは、大谷の安さである。 昨オフにドジャースと10年7億ドル、約1015億円当時のレートの超巨額契約を締結したセバン号17だが、全体の97%に当たる6億8000万ドル、約994億円を後払いにする異例の条項も付帯させた。これはチームの総年俸を軽減させるべく、本人が球団とネず バレロ代理人との話し合いで、僕の年俸を全部繰り越したら、チームは勝ちやすくなるのと問いかけたことをきっかけに生まれたものだとされている。今季年俸がわずか200万ドル、約2億8700万円となっている大谷。その驚異的なコスパは、圧巻の活躍もあり、再びクローズアップされている。米スポーツ専門局、フォックス,スポーツは、 最も卓越し、魅惑的で、好感の持てるスーパースターは、野球の現在と未来に期待する人々がまさに望むような存在、と大谷を紹介。その上で異例の定年法について、現実的に、どう考えても大谷は低賃金だ、と強調している。大谷が打撃と投球の両方でとんでもない腕前を見せた時、あるいは今シーズン。 打撃と盗塁の両方で凄まじい実力を見せたのは、MLB にとって夢の実現となった。だから、給料が低すぎる。大谷は野球全体に10億ドル以上の無形の価値をもたらす。いや、それ以上の価値を与えている。さらに、この日本人ほど、MLB にとって重要な選手はいない、とも言い切る同メディアは、 もちろん数字が全てを語るわけではない。野球界が観客増加に向けた改革しようとしている今、大谷は適切な時期に出てきた、適切なスターだとも表現。あらゆるスポーツ界の垣根を越え、娯楽を生み出す大谷の異端ぶりを称えた。